この村の方はみんなお優しい方ばかりですね。今日はもう休まれますか？でしたら一緒にお散歩をしませんか？それでは行きましょう。レギュラゴン！ですね。
ここが神の岩の頂上なんですね。とても素敵な景色ですわ。実は私、お弁当を作ってきたんです。一緒に食べましょう。私、ペルル様に教わってあなたがお好きだというシチューを作ってきたんです。食べてくれますか？ありがとうございます。嬉しいですわ。さあ、遠慮なく食べてください。美味しかったですか？美味しかったのですね。お口に合ってよかったですわ。これからもお料理頑張ります。私、もっともっとお料理を覚えていきたいんです。これからずっとあなたには美味しいご飯を食べて喜んでもらいたいから。あなたとお話ししてると時間が経つのも早いですわ。こうして一緒にお話ししてると楽しくて嬉しくて、でも時々切なくなってしまって。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私、これからも絶対に忘れません。ありがとうございます。約束通り私を探し出してくれましたね。ほら、私ったら一体何を。ごめんなさい、変なことを言ってしまって。これからはずっとあなたの隣に笑顔でいさせてくださいね。あなたと過ごせて私本当に嬉しかったですわ。今日はもう休まれますか？ごゆっくりお休みください。私もそろそろ休みますわ。おはようございます。夕べはぐっすり眠ってましたね。今日はもう休まれますか？でしたら
一緒にお散歩をしませんか？それでは行きましょう。